日本東京都文京区小日向小日向は東京都文京区の町名。現行行政地名は小日向1丁目から小日向指定目。郵便番号は112-0006。小日向台という台地があり、坂が多い。坂にはキリシタン坂、夜間坂など江戸期からの名称がついている。閑静な住宅街。石川宅木、安倍工房。 横溝静止などの急遽があった。旧、妙画谷町付近はその地形の美しさから、妙景という微笑でも呼ばれていた。現在でも、妙景という名のついた建物や企業を目にすることができる。ただ、代表的なものである、妙景会館は、かつてこの地にあった東京教育大学の同窓組織である、妙景会の会館なのでこの名がある。 東京教育大学の前身である東京高等師範学校は設立当初は今のお茶の水、すなわち妙慶にあったので、この名がついた。東京講師が妙画谷近くの地に移転したのはずっと後のことなので、ここでの妙慶という名は妙画谷に由来するものではない。地元では小日向と火の濁音で発音されていることが多く、行政上の表記、発音、小日向については、 異論も多い。1965年前後の住居表示実施に伴う調査の際、落音なしを採用したが、他方、学校名や町会名など古くからの落音ありで読んだり表記したりしている。また、小日向のすべての町名は、小日向神社の氏神地域に該当する。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、 小日向にの28の16の地点で65万千円、平方メートルとなっている。山岡松明以来、平安時代の和名類受賞書斎の武蔵国豊島軍費頭里を小日向と関連づける説がある。中世、江戸市所流に小日向市が存在した。欧二27年5月9日、江戸明字書き立てに小日向との、とある。小田原州所領役長には、 小日向の地名及び小日向や三郎、小日向壇上の名が記載される。江戸時代初期には、農村で、大官、野村彦太夫と町都市より三屋樽や、東西門、奈良や、市江門、北村彦江門支配、漢文十二年より大官支配となった。明暦頃より市街化し、聖徳三年十一が、町が町奉行支配に加わった。その後以下の門前町が成立した。 明治元年以下の町邸に整理された。明治維新前には武家屋敷が多くあったが、維新後没落して空き家が増え、東京府は明治二年に触れを出して桑や茶を植えることを推奨した。明治十一年に小石川区を属する。明治四十四年小日向町、小日向大町、小日向水道町以外は小日向の干渉を外された。 昭和41年の住居表示により、旧来の小日向地域は、小日向、水道、かすが、音は、関口の各一部となった。小日向1から4丁目は、明和谷町、小日向台町1、2丁目、清水谷丁、三県町の全部と、小日向台町3丁目、水道端2丁目、第六天町、小日向水道町、桜木町、音羽町5丁目、道新町、 竹早町の各一部に成立した。この時、区は、読みから濁点を外し、小日向としたため、後に住民と圧力を生んだ。江戸砂子によれば、当地は、鶴高、ヒューが守る吉人寺の所領で、家が絶えた後、古日向と言っていたのが、いつしかこの名になったという。鶴高日向は名主、飯塚三四郎家の縁素といい、小日向水道端。 鶴高山義人寺の回帰とされる。また、実報案有歴雑記は、大塚大事事が昔日向国にあり、徳川家康に従い当地に移転し、火災後大塚に移転したと伝わることから、この意味の古日向の可能性もあるとする。いずれにせよ、日向と日向で、読みが一致しないので、五府内備校以下後の交渉家からは否定されている。大日本地名辞書は、 神奈川県日光山、大梅市日向和田、日陰和田と同様に、紅葉の意図した。2019年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。キリシタン屋敷跡。ありがとうございます。